こんにちは、マリンです。今日はお家で動画を撮ろうと思います。何を撮ろうかなっていろいろ考えていろいろ案はあるんですけど、今日はちょっと今ホットケーキが食べたい気分なので作ろうかなと思います。まあ、ホットケーキを作りながらお話をしようかなってところですね。ホットサンドメーカーを使って作ろうと思います。あとはホットケーキミックスですね。はい、では作ります。ホットケーキミックスが2袋入ってたので1袋分を使います。あとは牛乳って書いてたんですが、うちには牛乳がないです。いつもあるのは豆乳なので豆乳で作ろうと思います。あと卵ですね。混ぜ。お子さんと一緒に作ったり楽しいですよね。うちも子供が小さい頃は一緒に作って食べて、そういう子育てをしておりました。今ではもう2人とも成人してるので、なかなか一緒に作って食べるっていうのがないんですけど、ちょっと今離れて暮らしてるので、昨日一昨日かな、うちの下の息子から唐揚げを作るんだって言ってね、ビデオ通話でずっと唐揚げ作るとこ見てました一人で暮らすようになってからね、自炊してますね。偉いです。今長男も作れますけどね、長男の彼女ちゃんがすごくよくやってくれる子なので、ほんと安心して任せちゃってます。そろそろいいかな。混ぜすぎちゃダメだって。混ぜすぎない混ぜすぎちゃったかもね。ではでは焼いていこうと思います。よいしょ、ちょい入れようか。車でやってもよかったかなって思うくらい天気がいいです。岩手ももう今シーズンはかなりの大雪だったんですけど、本当だんだん春めいてきました。東京とかね、関東の方だとそろそろもう早く咲く桜なんか咲いてるんですよね。こっちだと関東よりは1ヶ月くらいは遅いので、桜咲くのは4月の中頃あたりから咲いてくるのかな。もう楽しみですね。ちょっと蓋を閉めました。あとはちょっと焼けるのは待とうかなと思います。ホットサンドメーカーで作るのはちょっと初めてなので、ちゃんとできればいいなって思ってます。なんか香りがいいです美味しそうな匂いがしてきた。めっちゃ幸せですね。開けてみますね。じゃん、ほら綺麗に焼けてます。反対側も見てみます。よいしょ、あ、反対はこんな感じです。いいんじゃないですか。めっちゃ美味しそうです、うん、大丈夫ですね、焼けてます。一旦取り出します。一旦取り出して、お皿がちっちゃいまず乗っけます。じゃあもう一回やろう。全部やっちゃいます。2回、ちょうど2回分ですね。さっきのより多いかも。2回目に焼いたのがすごくいい感じですよ。じゃーん、すごい全体的に焼き上がってます。まだ火がついてるんでお湯を沸かそうかなと思います。お湯沸きました。ホットサンドメーカーで作ったホットケーキです。美味しそう。これを使います。多分固まってます。えい、
ケーキシロップかけます。こんな感じです。いただきます。ふわふわ、いただきます。おいしいおいしい、やばい、めっちゃうまい、おいしいか日曜日ですけど、皆さんは何してるのかな。緊急事態宣言もね、伸びましたからね、いろんなところに心配なく行き来できるような、ほんとそんな世の中に早く戻ってほしいなと思ってます。私も関東行きたいです。こう1年に1回2回くらいは新幹線乗って遊びに行ってたんで、もうその楽しみがなくなっちゃってしまってなくなってしまってちょっとね、パタパタ、気持ちだけがパタパタしてます。はい、今日はホットサンドメーカーでホットケーキを作って食べました。またなんかね、家で作りながらお話ししたりしたいなと思います。もっとねお話ししようと思ってたんですけど、もう作って食べることの方に夢中になってしまってすいません。はい、じゃあ今日はここで終わりです。最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。